イブラーヒーム・ローディは、北インドのデリー・スルターン・アーサ、ローディ・アサの君主。イブラーヒーム・ローディのコインイブラーヒームの宮廷、ローディ・アサの君主シカンダル・ローディの息子として生まれた。1518年11月21日、父・シカンダル死亡した。貴族たちは、彼の二人の有能な息子、イブラーヒーム・ローディとジャラール・ローディが、それぞれ領土を分割して統治することを決定した。 それはつまり、年上のイブラーヒームは、アーグラをととし、年下のジャラールは、ジャウンプルをととするという王国を二分するものであった。こうして、不王の死の翌日にイブラーヒームは、アーグラで即位し、ローディアサの君主となった。また、弟のジャラールは、彼の即位と同時にジャウンプルへと向かった。だが、イブラーヒームはその後すぐ、領土の分割統治は、貴族の陰謀であると考え、 自分の威信が王国の全土に届くよう試みた。彼は、ジャラールには説得策を用いたが、ジャウンプル周辺の貴族らには、ジャラールに忠誠を尽くしてはならないとし、その他兄弟を皆拘束したため、折り合いがつかなかった1517年12月30日、イブラヒームは、再度の即意式を挙げた。その後、ジャラールを力ずくで服従させようとし、 1518年には、その巧みな交渉術で、カールー周辺の領土の保有を条件に、王の象徴たる傘とティンパニーを引き渡させた。だが、イブラーヒームは、合意を守るつもりはなく、ジャラールを、いかにして抹殺できるかを考えていた。そのため、ジャラールは、身の危険を感じ、ラージュプートのグアーリアル王国へと逃げた。イブラーヒームはすぐさま、 クワーリアル王国と先端を開いた。そして、父、シカンダルが何年も攻め落とすことができなかったその首都、クワーリアルを占領した。だが、ジャラールは、クワーリアルを逃げ、インド中部に避難しようとしていた。しかし、ジャラールは、イブラーヒームの行為を得ようとしていたゴンド族の、オーサングラームシャーに捕まってしまい、アーグラへと送り届けられた。イブラーヒームは宮廷に、 ジャラールが届けられると、その後すぐに毒殺を命じた。同年、イブラーヒーム・ローディは、メーワール王国のサングラーム・シングとも先端を開いた。だが、ローディ朝の軍勢は打ち破られたばかりか、結果として、メーワールの勢力がアーグラ付近にまで到達した。その上、1519年に、貴族らがロードの東部で反乱を起こした。 イブラーヒームは、父代からの貴族を多く殺害、監禁したり、そうでなくとも激怒させていたからである。この反乱は、鎮圧には成功したものの、双方で、それぞれ1万人の戦死者を出す激戦となった。だが、その後も引き続き忠実ではないと思われる貴族を、粛清したため、再度東部で反乱が発生した。そのため、イブラーヒームは、 パンジャーブ総督のダウラとハーン・ローディを味方にしようと死者を送った。だが、彼はアーグライは赴むかず、1523年にアフガニスタンのカーブルを拠点としていたバーブルにインドに侵入するよう要請した。また、メイワール王も同様にバーブルに侵入を要請した。1525年11月、バーブルは、 カーブルを出発し、インダス川を越えて、北、インドに侵入した。そして、1526年4月21日、イブラーヒームは10万の大軍と、ゾウ軍戦闘バーブルの軍12000は、デリー近郊のパーニーパッドで交戦した。しかし、圧倒的優勢だった、イブラーヒームの軍勢は、バーブルの下記を駆使した戦術に敗れ、イブラーヒームは戦死し、ローディアサは滅亡した。 イブラーヒームの死をもって、1206年から320年間続いた、デリーするターン朝の支配は終わりを告げ、新たに、ムガル帝国の時代が始まった。ありがとうございます。